でここの東名松田のバス停も、JR の松田駅、あと小田急の新松田駅、結構歩いて10分ぐらいで行けるところなんで、まあ、この東名のバス停に近い駅シリーズということで、またこれから歩いて戻ってみたいと思います。今階段を降りてきたところなんですけど、まず最初の関門、変な川がありますので、ここを渡っていきます。で渡って右に曲がって、であとここからずっと直進でね、 JR の松田駅まで行けるらしいんですね。まあちょっと行ってみましょう。ここもこの細い道のところを直進で入っていきます。小さい交差点に出ますけど、ここも渡るスタイルで、ここが下がくぐれるようになってるところに出るんで、多分こっちですね、うん、これで御殿場線の線路の脇に出たんで、あとはこっちに進むがとりあえず松田駅ですね。ちょっと線路沿いから離れそうになるので、まあ、また線路沿いに戻るように、そこを右ですね。この踏切で、踏切渡れば松田も新松田も、両方の間のところに出れるんで、まあ、ここを渡る方で行きますね。でここに新松田 400m って縦札があるんで、それに従ってこっちに進んでいきます。でここの角のところは右に曲がって、そして最後ここのなんか赤くなっている道路のところを左に曲がれば、駅の通りに出れるはずです。よいしょ。さあこれで無事に新松田駅に到着しました。ちなみにね、松田駅もすぐ横にあります。はい、こうして新松田のすぐ向かいに、松田駅です。もう本当に10分ちょっとで移動できましたね。どうもご視聴ありがとうございました。